あ、青いたぬきさん花火ありがとうございます。それでも楽しかった多分ね、そうすぐ釣れたからね、うーと思ってやったやったと思って、もうその後はそうすごい気の楽な気持ちででも本当にね、釣れなんかめっちゃね試したんですよ。さあちゃんが使ってる竿を変えたり、そうさあちゃんの竿で平井さんを私も挑戦してみたりしたんだけど、たっちゃんハート100個ありがとうございます。メイビーさん花火ありがとうございます。そう私一発目で釣れた、本当に1回目なんだあれ。そうあれ本当に1回目で釣れてうえーと思って、そう本当にあれ練習とか何もなしに1回目で釣れたんで、うわめっちゃ嬉しいと思ってやったーと思ったら、そうああいう釣りは初めて、ああいうなんか木の感じのやつで釣ったりするの、釣り堀みたいな感じで釣ったりするのはね初めてだ。そうで、そうさあちゃんがなかなか釣れなくって、これはワンちゃん竿が違うんじゃないか、竿が合ってないんじゃないかって言って竿を変えたりそうもしかしたら私か平井さんがしたら釣れるかもしれないって言ってそうやったんだけどダメだったの。パパさん星ありがとうございます。そういろいろやってみたんですよ。そう場所変えてみたりもしたし、じゃあ餌の付け方変えてみようとか、そういろいろしたのりょうたさん金魚ありがとうございます。そうだけど結局そうそう平井さんもそう釣れたの、釣れてやったーっつって、やったやったーっつって喜んでどうしようお魚って言ってたら、そう魚さんが戻っちゃいました水の中に。餌触れたよ、そう餌は触れたんだけど、みんな釣れた魚がなかなか触れなくて、どう触ったらいいか分からなくて、しかもめちゃめちゃ元気なんですよ魚が、もうめっちゃ元気なの、めちゃめちゃそうもう動いてるから、みんなもどう触ったらいいか分からなくて、うわーっと平井さんが釣れた時にうわーって言ってたら、その私たちがうわーって言ってる間に水の中に帰っていっちゃった。結果一匹ビーバーさんハートありがとうございます。あれ確か何匹何一匹何円とかそういう感じの計算方法だった気がする。アダリさんかな、アダリさん花火ありがとうございます。ミクのヒーローさん花火ありがとうございます。ゴリラヨシーさんたまやありがとうございます。そう一匹六匹、おお そうで塩焼きにしてもらいました、美味しかった。なんか塩焼きと唐揚げみたいな2つ調理方法があったんだけど、そうお塩で焼いていただきました、美味しかった。ミクのヒーローさん花火ありがとうございます。ボンドさん花火ありがとうございます。キョさんハート100個ありがとうございます。餌食いついた感覚は、うん、なんとなくわかる、なんとなくツンツンされてそうってなるけど、意外となんか難しかった。2回目そのさあちゃんのさ代わりにじゃあできるかもっつってやった時はなんか難しかった。なんか持ち上げられるんですよお魚が、持ち上げられるんだけど、そう私たちの場所まで持っていこうってする間に水の中に戻っちゃうんですっていうことがね、何回もありました。ただたんたんさん花火ありがとうございます。川魚どうだろう、川魚集団宿泊でしたことあるかも、自分でえってやって、そう自分で全部
そう気絶とかもさせて自分でいろいろなんかやりません？集団宿泊で。私小学生の頃の集団宿泊でしたんだけど、魚がなんかまあ川にいる魚というよりかは川にいるようなアユか、アユかな、なんかこうやってガッて捕まえて気絶させてみたいな、そういうのを一回集団宿泊でした以来。今日もさ花火ありがとうございます。手づかみだった。でもなんか本当は川の近くでやる予定だったんだけど、ちょうどあいにくその日が雨だったから、なんか集団宿泊の施設のところになんかビニールプールみたいなのが作られて、そこにお魚さんがいました。本当はなんか本当になんか川の一角とかでそういうところができるところがあるから、そう川の一角でやる予定だったんですけど、そうちょうどあいにくの雨で川行けなくって、雨降ってたから、そう場所の一角でやったんだけど、でも手づかみでした。手づかみでうって手で掴んで、パパさん花火ありがとうございます、こんばんはっていうのをやった以来かな、ちゃんとなんか自分でお魚を、まあ、そのまあ今回は触って手づかみもしてないし調理もしてないんだけど引き上げる、そうあれは引き上げる、そうグッと引き上げるって感じ。元隊長さん花火ありがとうございます。そうあとは流しいいですよ、流しそうめんも食べれて、自分で釣った、そうすぐ自分がさっき釣ったお魚を調理しすぐ調理してくださるので、そうめちゃめちゃ良い。パパさんハート100個ありがとうございます。杉太郎さんケーキありがとうございます。ねアレスさん50単価にありがとうございます。そう楽しかったし、そうそうめんが太麺ですごいトゥルトゥルの麺だったから美味しかった。そうロケ終わって撮影終わった後も食べたちゃんと。撮影終わった後もちゃんとそうめんとにじますを3人で食べて帰りました。しっかり、そうしっかり3人で完食してパクパクパクって。シムさんお疲れありがとうございます。こんばんは。まあそう今日はお昼公演だったので、そう公演終わってお腹空いてて、ちょうど帰りがエレタンさんとお芋さんと一緒だったので、そのまま3人でご飯を食べに行きました。そうなか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 一緒にね。パパさん欲しいありがとうございます。こんばんは。そうめっちゃねおしゃべりした。めっちゃしゃべった。すごい偉い時間しゃべりました。すごい長い時間そう3人ともずっとおしゃべりしてて、こうね長い時間おしゃべり、何時間どん結構でも本当に3時間ぐらい、3時間ね3時間以上ぐらい、そうずっとご飯食べておしゃべりしてました。お芋さんと公園はこの前あの
いぶきの生誕祭出演した以来かな。最近そうエレタンさんともねたくさんお話しする、楽屋とかするし、そうそうそう、あとたまにそうなんか全然そうなんだろう、たまに連絡そう LINE でお話ししたりもして、いろいろお話ししてるパーンって感じです。ひーくんさん花火ありがとうございます。こんばんは。今日は冷麺を食べます。韓国冷麺、そうなんかもう暑かったから、暑かったもう暑かったからかな、なんか冷たい涼しげなものが食べたいねっていう話になりまして、韓国冷麺を食べに行きました。しんじいちゃんさん花火ありがとうございます。確かに2日連続麺類食べてる、気づかなかった今日食べた韓国冷麺は辛くない、自分でお酢をなんか追加できるんですよ。私は結構お酢がいっぱいな方が好きですので、お酢をいっぱい入れます。冷麺そう酢をたくさん入れて食べるのが好きです。なんか酸っぱい、ちょっと酸っぱいんじゃないかぐらいの結構好きだから、そう結構多分そんな入れると思われるぐらい多分入れると思う。私ちょっと酸っぱいなと思うぐらいが私は好きです。冷麺酢入れる人もいれば入れない人もいるけど、そう大体でも冷麺屋さん、冷麺をお店で頼んだらなんかそうお好みで酢どうぞって言われて酢置かれますよ。お酢。和夫さん花火ありがとうございます。むせないですねでもちょっと酸っぱいなと思うぐらいが好き。盛り焼き、あー食べてみたい。分かんない、酢は50にね追加どうぞって感じだよね。だいたいねそうリナチとよく行く焼肉屋さんもあの冷麺が好きで行くんですけどそうなんか冷麺がとっても美味しいんですよ。そうよくリナチと2人で行く焼肉屋さん冷麺が美味しすぎて、そうもうほぼ冷麺を食べに行ってるんじゃないかっていう目的でその焼肉屋さんに行ってるんだけど、そういう子でも結構ねそう酢を入れます。その冷麺にもお酢を入れる。花瓶そうお酢、確かに女性はお酢好きなイメージ確かにあるかも。私も結構納豆とかにもお酢入れる。お肉食べるよお肉食べるけど絶対に冷麺も食べるよねっていう。1265日ありがとうございます。しんじいちゃんさん花束ありがとうございます。1265ありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。最初のオーダーで冷麺を頼んじゃう。もうなんかほぼなんかお肉と一緒に冷麺を食べたいから、そう逆に最後に冷麺が来てしまったらもうお腹がいっぱいになってるんですよその時点で。そうそう、その時点でもうお腹がいっぱいかもしれないってなっちゃうから、そうご飯の代わりにみたいな、そうテンション感ですね。
最後のだいたい冷麺って最後の締めって感じだけど、でもその最後の締めに冷麺持ってっちゃうと、そのもう食べられない量が、うん、もうそんなその量食べられなくなっちゃうから、いつも最初に冷麺頼んで、そう同じタイミングというか最後じゃなくて大丈夫ですって言って冷麺食べてます。はるみさん花火ありがとうございます。美味しい、本当にそこの冷麺美味しいの。感動する。冷麺界で一番美味しいと思う。なんか今までそんな私冷麺に心惹かれたことなかったんていうか、あんま食べたことなかったの。そう、あんまり食べたことなかったんだけど冷麺。そこの焼肉屋さんの冷麺食べてからもう冷麺が大好きです私は。もう冷麺大好きになりました。うん、あんま食べたことなかったのそれまで。皿うどんも酢入れる、うん酢入れる、結構酢入れちゃうかもしれない。そう、そんなに美味しいの。でも私とりなちがよく行くから言わない。お店の名前は言わない。私とりなちよく行くからそこ。そこのラーメン大好き、頻繁に行っちゃうから。想像しといて。逆になんか美味しい冷麺があったらね、教えてください。冷麺美味しいわこのって。そう、もしかしたらね、そうみんなが行った時に私たち二人がね冷麺食べてるかもしれないからね。想像してみてください。美味しそうな冷麺。ねえ、盛岡冷麺って有名だよね。食べてみたい。盛岡冷麺は食べたことないね。好きなんですよ。よく。でも最近行ってない。ちょっと前がよく行ってた。ちょっと前が多分行き過ぎてたんだと思う。ちょっと前二人でお腹空いたねって言ったら、そうお腹空いたねって言ったら、冷麺食べに行こうよって言ってたんだけど、最近はちょっと違うとこに行ったりしてるから、うん。近々冷麺を食べに行きたいと思います。こんばんは。今日は声こちらこそありがとうございました。こんばんは。うん、お腹すいたねって言って冷麺食べ行こう。冷麺食べたくないって言って冷麺冷麺はラーメンよりヘルシーなのかどうだろう。どっこいどっ、あでもちょっとヘルシーなのかな。スープとかが油はあんまり使ってなさそうじゃない。でもまあ麺類だから糖質はちゃんとあると思う。急な真剣なお話ですね。うん、カロリーは低いかもね。でも糖質は同じぐらいありそうじゃない。小麦じゃないのあれは。小麦じゃないのあれは。冷麺って何あれ。そば粉。あーじゃあちょっとヘルシーだね。ちょっとカロリー低いけど、まあまあそこそ、まあまあまあそこそこの糖質はありそうだね。
冷たいタイピンエってあるのかな、あるのかな、わかんない。私あったかいのしか出会ったことないかも。あったかいのしか食べたことない。冷麺きゅうり入ってるよ、入ってる。りなちと食べるときはいつも私が全部きゅうりを食べます。そう、冷麺ってきゅうり乗ってたりなんか他にも乗ってたりするんだけど、ちょっと野菜がね乗ってたりするんだけど、そう、大体りなちと冷麺半分こにするんですよ。そう、お肉も食べてってすると多いから、そう、きゅうりをいつももらってます。いつもきゅうりをふいって私も好きだから全然喜んでもらってます。 BB さんかわいい、ありがとうございます。そう、あのお寿司、回転寿司行った時のあのイクラのキュウリとかもらって全然好きだから喜んでもらってます。うん、全然そう好きだから、うん食べるよーっつって食べる食べるーっつって、うん、きゅうりだけもらう、全然もらうよ。あのお寿司のイクラって大体きゅうりついてるじゃん、うちってもらいますたまに使ってるけど、そろそろずっと使ってた香水がなくなりそうだから、なんか新しい香水買おうかなと思ってる。なんか私は結構甘い香りが好きなんですよ。甘っと思われるぐらい結構甘い香りが好きなので、そう、なんかいい香水ないかなと思って探してます。もうすぐでなくなりそうなんだよね。こんぐらいあったのがこんぐらいになっちゃったから、そろそろ買いたいなと思ってるところ、新しいの。夏場も、うん、まあだいまあまあそんな重たくない甘めのをちょっとだけ振ります。私は結構甘い香りが好き。なんかバニラじゃない甘めが好き。バニラはちょっと違うんだけど、バニラはバニラ系じゃない甘い香りが好きです。こんばんは。イヴ・サンローラン、あのなんかなんだっけ、モンパリみたいな名前の香水使ってる今は。でももうちょっとでなくなりそうだから、そろそろ新しいのを探してるところです。でも花系じゃないねあれは。フルーティーでもないね。なんだろうね。説明難しい。バニラでもないし、お花系でもないし、フルーティー系でもないけど、甘い香りがするよっていう香水です。うん。なんだろうあの香りは。ずっと使ってるけど。言葉で表現するのは難しい。でもなんかいい感じのなんかかっこいい、なんかすごいイケイケな女の子が使ってそうな匂いお花なのかな、わかんないや。なんだろうねあれは。よいしょ、そこ充電溜まった。あれなんて香りなんだろう。
なんだろう、なんか、うん、なんか、なんかそう、なんか女性が使ってそう、なんかいい感じの女性おー違う違う違う、でもめっちゃ好きなんだよね。あーこれこれ、その中でも私結構重たいのあった。おっおいーと待ってね、甘く芳醇な2種の甘く芳醇な2種のローズ、お花でした、失礼しました、すいませんでした。ちょっとバラの香りあんまね、そんなまじまじと嗅いだことなくてだってローズでした、はいお花系じゃないかもとか言ってたけど全然あのすごかった。しかも甘く芳醇な2種だってうーん、多分これだね、私が持ってるの。いい匂いです、柔らかいかな、でも結構ガーンって匂うかもしれない、だからほんのにちょっとしかつけない。結構匂い強いから、なんか香りの強さを星何個かで表現されてるんですけど、これ星5つなの、星4つなの、結構多いと思うこれそう、香りの強さ星4つだから多分結構ね、匂いがねちょっと振るだけで、ちょっとつけるだけで匂いするから、ちょっとだけつけてるんだけど、そう結構私はこういう匂いが好きです。ローズだって、まあ多分一番早いの嗅いでみるのが早いよねなんか握手会とかでつけようかなと思うんだけどさ、東京にさ行く時とかさ、あれなんだよね、瓶だからさ持っていけないんだよ、持っていけるかもしれないけど、もし割れたらどうしようっていうさリスクがあるじゃん、だから持っていかないんだけど、なんか一時期小分けにしてたんですけどね、なんか小分けにしてた瓶をどこかに、小分けにしてた瓶をちょっと洗ってあの消毒液入れにしてしまったので瓶変えよってねそれはそうなんか昔はそう小分けにするシュッシュ持ってたんだけど、そのシュッシュをそうなんか一回そう香水分使い切った後にそう中身バーって全部ちゃんと洗って消毒液入れてそう持ち歩いてるからそう香水持ち歩けなくなっちゃって、うん、まあ容器買えば済むんですけど、まあ、ずっと容器は買ってません、はい、ずっと消毒液入れてますずっと消毒液入れて、そうアルコール入れて、そうなんか外でアルコール振りたいなと思った時にそうシュシュシュってアルコール振ってで消毒してますうん、早く帰ろうって感じだよね、わかる、その気持ち。でももうすぐね香水がなくなっちゃうの、どうしよう何買おうかなと思って、もう今度香水代わりの旅に出てみようかないろんなとこの香水をさちょっとね嗅がせていただいて自分の好きなのを探しに行く。選ぶポイントは香りの持続性が長い方がいい、嬉しいかも。そうあんまさ小分けにし、もうそう私のもうそう今言った通りあの小分けにする容器を持ってないのと、持ち歩くのはもう消毒液だけでいいかなと思ってしまってるのでそう香りの長さ持続性が長い、できるだけ長いのがいいな。あとは甘いのがいいです、なんかザ大人の女性みたいな人がつけてそうな香りが好き
その中身、その外、見た目から香りから入っていこうって感じですね。ただたんたんさん、クラッカーありがとうございます。そっか、そんな感じかな。そう、そういうのが好きです。日によって香水、なんかそう、なんか白とか、その白っていうボディミストなんだけど、それはそういうのもあるから、そういうのもつけたりするんだけどね。香水は家出る前とかにつけます。家出る前とか、そう、おしゃべり会ある時とか、おしゃべり会前につける時もある。女性用の香水、男性が作るのありなんじゃない？だって逆もあるじゃない？男性用の香水を女性が作るのもね、よく聞きますし、ありじゃない？なんか自分の好きな匂いだったら何でもいいと思うよね。わかんない、香水って結局どこにつけるかわかんないけど、私は手首にちょっとつけたのを、首もここにつけます。最近なんかいろいろ聞くけどね、アクアイとか。結局そう、首に、手首にペッてつけて、ペッて広げて、ペッて広げる。男性用なんかいい香りなかったっけ。なんか友達がつけてて、そのなんか女の子の友達なんだけど、なんか男性用の香水つけてたけど、これ男性用なんだよって言ってたけど、全然いい香りなかった気がする。ちょっとどこのか忘れちゃったけど、こんばんは。同じっていうのかな。まあそうだね、その辺だね、その辺につけます。手首とか、うなじとかってつけます。こんばんは。私もそんなにね、香水詳しくないから、いつかちょっと近々香水探しの旅に出ようかなと。香水を探しに行こう。白とかは結構爽やかな香りを買うんだけど、香水、そう、今使ってる香水とかは重たくて甘いやつを買います。Jちゃんさん、花火ありがとうございます。はやったーさん、ろうそくありがとうございます。私が好きなのは重たくて甘い香りが好きです。ブルガリ、うん、ドルチェ&ガッパ歌香水デビュー、でも私自分で香水買ったの、その今使ってるのが初めて買った。
香水だけの店あるね。そう、その香りが好きだったから、楽屋でその香りがするとわかるよ。結構、まあ、香水じゃなくても普通のやつでもわかるときはわかる。デパートとか百貨店、そうだね、今使ってるのはデパート、デパート鶴屋で買いました。今使ってる香水は鶴屋で購入しました。熊本の百貨店デパートです。熊本にある、だから福岡でいう岩田屋です。三越とか岩田屋とか大丸とかそういうね、そういうところです、つれやは。でもそう、香水ってね、なかなか自分が好きなのに出会うの難しいからね、新しいの開拓するの難しいよねってよく思う。だからずっとなんか新しいの変えてない。ベジータさん、花火ありがとうございます。別にね、求めてないけど言うて。おしゃべり会でファン一人一人に香水、ああすぐなくなっちゃう私の香水。すぐ空っぽになっちゃうんだけど、どうしようか。ベジータさん、花火ありがとうございます。そう、気に入ってるのがね、まあ一番なんですけど、ちょっとそろそろ新しいのに出会いたい気もしてきたので、冒険しようかな、冒険というか探そうかなって思ってます。ここ最近そんな気持ち。何がいいんだろう。だからなんか探しに行ってみよう、花が持つ限り。ああいうのってさ、ずっとさ、いろんなの香ってたらさ、忘れ、なんか分かんなくなっちゃうじゃん。なんだこの匂い、なんかどの匂いも何も匂わなくなっちゃったよって、ちょっと鼻がまひっちゃうので、まあある程度の数をいつか行きたいと思います。ガッキーさん、花火ありがとうございます。コーヒー嗅ぐといい、あれはコーヒー嗅ぐといいとかなかったっけ。なかった、コーヒーの香り嗅ぐと鼻リセットされるとか、そういう話なかったっけ。違う、なんか言うよね、鼻がそうやってうわーってなってたらコーヒーの香りを嗅ぐとなんかちょっとリセットされるみたいな噂は聞いたことある。試したことないんだけど。試したことないから本当かわかんないけど、女子受け、あー私はあんまちょっと受けとか気にせず自分が好きなの買っちゃう。自分が好きなのが一番だと思って、まあ、つけていく場所は選ぶけど。うん、なんかもうすごい、なんかもうバスとか電車とかに一発目から長時間乗りますって時は強い香りはつけないけど。そう、一応ちゃんと場所は選びますよ。
あんま強い香りをさ、そのまあ密室ではないけどさ、ある程度なんか決まった空間、ちっちゃい狭い空間でさ、あんま強い香りしてたらさ、なんか苦手な人っているじゃん。そう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 、そういう香りが苦手な人とかがいる中で、そう電車とかバスでつけたらさ、そうね、そういうので気分が悪くなっちゃう人もいるから、と一応つける場所を選んでるそう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 、そういうのがあるからね。エレベーター、まエレベーターは確かにね、エレベーターはちょっと予期せぬところではございますけど、ドスコイ太郎さんかな、花火ありがとうございます。でも普通にも街中歩きますとかだったら、まあ香水、なんかちょっと甘めのそういう香水つけたりするんですけどね。バスとか電車とか新幹線乗ります、飛行機乗ります、イエーイって時はそんなバチバチにはつけない私もそう、なんかその苦手な香りってやっぱあるからさ、人間誰しもあるじゃん。小池の香りずっと嗅いでるとね、ちょっと気分がねちょっと悪くなっちゃうなとかあるから、軽めにというかちょっと違う香りをしたりと、そんな感じだよね。そういうまあそういうのは大事だよねと思いながら、でも結局自分が好きなのを使いたいよねと思って買うのは自分が好きなの。こういう時は私香水つけませんね。はい。まあなんだろう、みんなに会う時でつけてる時だったら、おしゃべり会の時とかかな。みんなのとこまで多分変わってないと思うんだけど。でもこの前のコンサートは、そうあの客席内を練り歩きするということだったので、ほんのちょっとつけましたそう、衣装につかない程度、衣装に香りがつかない程度をつけました。そう前回のコンサート、サンパレスの時のコンサートは客席に行くことがあったので、まあ一応そう、みんなはそうみんなのとこまでそう香りがするかわかんないけどあとはまあ自分の気分ですね、自分のテンションをねさらに上げていこうって感じです。そうまあみんなに、まあ、みんなにね香らなくても、まあもし香る時があるかもしれないからっていうそうだからまあでもつけすぎてもね、あんまりね、そう衣装とかに香りがついちゃうのもあんまりよろしくないことなんで、まあわかんないけど、そうそうそう、まあそんな影響のない程度にウヒウヒってつけて、ウヒウヒ、ああよくば香ったらいいなみたいなテンション感ですでも今度のゼップはちょっと東京だから持っていかないかもうんちょっと、うん、キャリーの中でぶちまけてしまったら、うん、すごいことになりそうだからうん、確かにそもそも寝る気歩きない、確かにどうだろう、分かんない、分かんないよ、うんうん、何があるか分かんないよっていう、早く小分け買えって感じですけど、うんはい関係ない人の返事でした。仕事終わった後にご褒美じゃないか、あーでも最近は
あのスタバのお芋のフラペチーノそうが飲みたいから、なんかいつかいいタイミングないかなってあの見計らってます。なんかいつかで、そう、あスタバ寄って帰ろうと思う日ないかなと思って。でもこれから明日からリハが始まるんですよ。はい、秋のコンサートのリハが始まるのです、明日から。だからリハの最終日とか、まあ、リハのなんか中間リハが数日間続くので、リハのそのね中間の日だから、まあ、平日で言う水曜日とかに今飲むのもありだなっていうのをね、そうワクワクしてます。そうお芋のフラペチーノがね食べたい、まあ、初日でもいいんだけどね、初日今日から頑張るぜとかでもいいと思うんだけど、ちょっとまあいつかでもまあできたらね、ちょっとそうスタバご褒美ですね。はい、そうあのニコ生さんでもらったスタバのギフトカードが、私あんまそんな、なんかそうスタバにルンルンルンっていけるような、そうなんかさーっていけるような人じゃないのでカード使ってないから、まだ使ってないからあるんですよ。それをねそうちょっとなんかもう一踏ん張りだって時にでも飲めたらいいかなと思います。公演が1週間ないのは明日からリハが始まるからです。だから秋のコンサートのリハが始まるので、私たちはそうなんです、はい頑張らなければいけないのです。そう今夜覚えなきゃ、そう今夜覚えなきゃ、はい私もそのうちの一人です。今夜覚えなきゃ。そうまあだからとりあえずそう山かけですね、テストと一緒です。明日はここまで行くんじゃないかなっていう、はい。テストと同じです、テスト勉強と同じです、山をかけます。一気にね全てを覚えるなんてことはちょっとやっぱ人のね能力的にできないので、はい、こっから明日はこっからして多分ここまでいくだろうなっていうのを想像して毎回リハ頑張って、まあでもたまにそうあるんですけどね、明日はここからここまでしますとかあるんですけど、今回はちょっとそういうのがなかったのでここまで行くかなっていう多分ここまで行くだろうなっていう想像で行きます。でもまあ大体外れる、大体まあでもまあそのねリハやってても空き時間があるので、そう自分が出ない曲とか空いてる時間にそうやってなかった曲を覚えるとか、まあいろいろ時間の使い方できますので、で今20分なので25分になったらランキング読みます。外れることはないんだけど、自分が想像してたより先に行くことはあるんですよ。そうだから前半は当たってるの、でもそのだから最後どこまで行くかなっていうのが、そこが問題です。始まりは分かるの、ちゃんと始まりは分かるけど終わりが分からないみたいな感じだから、終わりをね自分でここかなって思うんだけど、ここちょっと行ってよってなったらリハの空いてるその空き時間で、そうどこまでやるかっていう、そこがね分からないっていうか、まあ賭けでございます。最初は分かってるから、こっから始まるっていうのだけはちゃんと分かってるから。覚えましょうの期間です。明日から今日から頑張って覚えましょう。そしてリハ期間
リハ期間コンサートでやる曲を鼻歌しないように気をつけましょう。リトル、そうリハ期間ってその曲いっぱい聴くからさ、どうしてもさ歌いたくなっちゃうじゃん。はぁってなったらなっちゃうので気をつけましょう。私はお口が硬いので大丈夫だと思うんですけど、いつか無意識に出ちゃうかもしれないから気をつけていきたいと思います。頑張ろう。でもちょっとなんかへへみたいなふうみたいな楽しみなこともあるので、そうこれだけ言っとくね、へえふうみたいな楽しみな曲もあったりするので、皆様お楽しみに。何も伝わらんけど、うん、私の感情的なやつです。私の今の感情でした。一回びっくりびっくりというかへえみたいな思って、いやそうウキウキってなる、はい。上がった、終わった、やめよう、ハードルが上がったならもうやめよう。急な、やめとこやめとこ。まあでもね、ぜひ皆様お楽しみに。もう多分あっという間にコンサートの日になってると思うよ。すぐ10月だよ。もうすぐ9月も去っちゃうんだ、ね、12月じゃないのに9月もすぐ去っちゃうんだよ。こんばんは。しわすだよ、ね、紫と白ならどっち。白、あでも紫もいいね。いや白。白で今日グミの日、あー今日ドラえもんの誕生日ですよ。友達の誕生日です。ハッピーバースデートゥーユー、バースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディア、友達ドラえもん、ハッピーバースデイトゥーユー。ふドラちゃんの誕生日でもあり、私のお友達の誕生日でもあります。おめでとう。ドラえもんいくつとか知らないんだけど。お友達は、お友達21歳おめでとう。 お仲間です。そう近いのお誕生日が。3日違いですね。21歳もよろしくお願いします。はい、うん半分以上一緒にウェーイってお祝いしてるんだけど、15回目ぐらいのハッピーバースデー。急な手振りで21歳児、そうね、あともう一人、そう3人、いつも3人でお出かけしたりご飯行ったりしてるので、あともう一人の子が誕生日を迎えたらみんな21歳。じゃあ25分になったのでランキングを見ます。13位、ベジータさんありがとうございます。12位、アータリーさんありがとうございます。
11位ゴリラヨッシーさん、ありがとうございます。10位はるみさん、ありがとうございます。9位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。8位たっちゃん、ありがとうございます。7位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。6位ただたんたんさん、ありがとうございます。5位バウチさん、ありがとうございます。4位杉太郎さん、ありがとうございます。3位はやったーさん、ありがとうございます。2位パパさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。よいしょ、バーチさんお疲れ、ありがとうございます。はるみさん花火、ありがとうございます。1位しんじちゃんさんハート、ありがとうございます。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。